ということで皆さんこんにちは。宝塚を前にですね、私の目をね、ちゃんと、調教しないといけませんのでと思ったら、ななこちゃんがね目の前を歩いていましたので、びっくりたまげました。連休はねちょっと浮かない顔、まだね時差ボケがあるんじゃないかな、ちょっと眠そうでしたね。いつ頃来たんだろう。ということでですね、久々に、生馬をねチェックですね。この位置だとですねかなりよく見えましたけど、ちょっとアップすぎてしまってですね、ちょっとねピンポイントでここというのがちょっとなかなかね、最近モニターでね、ばっかり見てましたので、ちょっと見づらいなと思ったんですけど、まあ、ちょっと目が慣れるまでね、こちらでちょっとチェックしながらですね今、おります。新聞は特に買いません。オッズを見ちゃうとね、先入観が入っちゃいますので、まずは何も見ない状態でですね、自分の目とね耳でですね馬の、鼓動ね、それから鼻息、それから蹄の音ね、これを聞きながら、今チェックをしております。改めてね感じたポイントとしましては、やっぱ馬の踏み込みがね、踏み込みがどうのこうのってよくパドックでね解説者が言ってますよね。これはやっぱね、現場で目の前でね踏み込みの音を聞いてると、目をつぶって私実は聞いてるタイミングもあるんですね。目をつぶって聞いてるとよくわかります。そうするとですね、一頭一頭が自分のね前を通り過ぎるときに蹄の音がしますよね。これがね踏み込みのやっぱ音、強い馬はねすごく音がザクッザクッというようなね音が聞こえてくるので、あ久しぶりにね、あそっか、それちょっと忘れてたな最近なと思いながら今聞いておりますので、皆さんもよかったらね、パドックご覧になるときに、モニター越しでもですねちょっとボリュームを上げて踏み込みの音をね聞くとですね、ただ目で見ただけだとなかなか踏み込みって分かりづらいと思うんですよね。今歩いてる馬なんか早足になっちゃってますから、こんなの踏み込みなんか分かんないですよね。結局ねパドックの解説なんかをされる方もね、一瞬のこの今の9番いますよね、この一瞬しか見れてないと思うので、やっぱりここにいるとね2周3周ぐらい回って、でその後またジョッキーが乗ってですねまたどうかなというところも見れますので、さっき早足だったのがね今度波足になったりとかね、あザクザクっと音がしてきたなとかね、いろいろパドックで変化があると思います。それからね馬もね私のこと目が合いますから、じっと見ますんでね、そのあたりも、久しぶりにこう馬とのね、共有感というか、それをちょっと感じましたから、やっぱりね皆さんもパドック行かれた方がいいと思います。新聞持たないでください。それから馬券はね買わないでいいと思いますので、ここでね予想しながらですね、まあスマホがあればねその後誰もいなくなっちゃいますから、その時に買えばいいかなと思いますし、特に今日はね1レース目とか2レース目とかはねダートだったので、まあダートはどっちみち見れないですよね。奥の方で走ってますから、それだったらこの場所でね、待機しながらねトイレだけ行って、でまた戻ってきてですねここでチェックしてた方がね、いろんなね、やっぱ糞をした後にね処理をしたりとか片付けしたりとかね、いろんな場面場面も見れますのでね、そういったこのパドック事情というのも、ね、やっぱりあとねスプリンクラーこれを気にしてる馬とかもいますから、やっぱりそういった馬は臆病なんでね、まあなんかあれば、パドックでね確認が取りやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひね皆さんも足を運んでいただければと思います。これから夏競馬になればですねより続いてくるんじゃないかなと思いますので、まあパドックの時間というのは本当わずかですから、まあ何レースだけとかいうあれでもいいですけどね。で今これ私穴馬を実はチェックしております。なんとなくね穴馬っぽいジョッキーが乗ってて、で走らなそうな馬、もしくは、レーン騎手とかね、いいジョッキーが乗ってて、走りそうな馬、本当はねここでブズブズ言おうと思ったんですけど、なかなかやっぱ声を出すとね、右左で皆さんで、ね、写真撮ったりしてるので、なんかちょっと邪魔になりそうだからね、さすがに解説はできませんでしたけど、まあこんな感じでね、パドックの方は今日は見させていただいております。今日はね本当東京競馬場は晴天でした。明日がねどうなるか、特にね京都一日雨という様子でございますので、そのあたりがね、まあ、僕もてるてる坊主でも久しぶりにね、飾ってい、きたいかなとは思っております。まあ着順云々はね全然私見てないです、なのでよく分かりませんけど、
いずれにしてもね、馬を見る呼吸をね、ここで整えたというところでありますので、やっぱ生を見るとね、モニター越しとは違うと思いますのでね。やっぱりね、このぐらいの年齢、若駒の場合はですね、はっきりと馬にね、能力が出てきますし、あの能力差がね、こう馬見てると分かってきますし、あとこれがね、また地方競馬なんか行くと余計ね、分かりやすいのかなと思いますので、まあお休みの時にね、集中して、例えば大井競馬に近ければ、あの毎日ね、開催されてる週があれば、足しげく通ってですね、なぜこの馬が走ったのかなとかね、なぜこの馬が走らなかったのかなとかね、そういうのを見ながら、探求追求していくのも面白いのかなと思います。あくまでも自力がベースです。自力がベースだけど、やっぱりね、この時今みたいにね、苛立っちゃってたり怒ってる時とかね、いろいろあると思うので、これも振り落とす可能性もありますからね。そういった馬の状況の時はやっぱ走んなかったりね、例えばあの白毛のソダシがね、ゲートで動かなかったり、ゲート前で、ね、動かなかったりしたこともありますよね。やっぱり走りたくないんですよね。そういうのもありますので、皆さんも、まあ、パドックはパドックだと思いますけど、まあ、どうかな、自力が、そうですね、まあ、7割とすれば、調教が1割半、そして、返し馬、ね、半分、そしてまたパドックも、ね、1割というところで、まあ、見ていくとも面白いのかなとも思いますし、いやいや、もう自力だけで十分だよという、データだけで十分だということであればね、もちろんそれはそれ人それぞれ十人十色でございますので、いろいろね、やり方を変えながらですね、見ていかれると面白いんじゃないかなと思います。ちょっと今日はね、2レースでね、印象的だったのが、多分ね、2レースの16番の、戸崎さんの馬だったかな、ロードインフェルノかな、これがね、戸崎さんが本当になんかしょぼんとした顔してね、元気なさそうに乗って、最後の最後までね、全然いい顔しなかったですね。あのいい顔する戸崎さんがね、これ今走ってるのレーン騎手ですね、歩いてるのレーン騎手ですね。で、結果的にやっぱり惨敗してましたから、まあ、そんなもんなんですよ。で、あの、1レース目のね、ルメちゃんめちゃめちゃファンサービスでニコニコしてまして、やっぱ1着でしたからね。やっぱそういったね、目線で見られるとも面白いかなと思いますね。ということでですね、東京競馬場、久しぶりの、芝コースでお別れでございます。いかがだったでしょうか。今回の動画は、久しぶりのね、東京競馬場でのパドックの様子、それからパドックのね、踏み込みのね、見方なんかをちらっとだけね、お話を差し上げてみました。お前ももっと返し馬も走れよってね、思っていただける方、皆様ぜひチャンネル登録をして、お待ちいただければと思います。今日の夜、雨情報、そして、明日の午前中の、状況、まあ、ちょっと京都の状況をね、今日確認して、どっかのタイミングで配信させていただきますので、ぜひね、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。そしてこの動画なかなか良かったよということでありましたら、ぜひね、グッドマークの方もよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。バイバイ。またね。